クッションの上でもそういうポーズ好きだもん。ポンちゃん、おはよう、ポンちゃん。毛づくろい大変ですね。お、だんだんなんかさ、呼ばれると意識がっていうか意識するようになったね。呼ばれたからなんかあるなっていうふうに。ってことは、撫でてほしいってことかもよ。撫で待ち体制になりました。ポンちゃんね、でも向こうの部屋にいる時とかも呼ぶとね、ちょっと寄ってきたりとかするよね。そうだね。ポンちゃんはマホイママの抱っこを克服しようか。抱っこできるよね。ちょっと文句食べる時あるけど、頻繁にやって慣れてもらっていいのかな。抱っこするとあれだけど、嫌がらないけど、なんか固まるけど、ね、文句垂れてる、うん、まあ、それも慣れで、ね、文句垂れポンちゃん。じゃあ年内ポンちゃん抱っこプロジェクトスタート。ポンちゃんどうする？はい、うん、ちょっと中途半端な乗り方ですよ。後ろ足乗ってないよ、ジャン君。だってね、クッションの上でもそういうポーズ好きだもんね。両半身だけ乗るなー。両半身だけ乗るなー。僕はそれが好きなのー。終わりですか。いや、いいね、ちゃんちゃん。そして要求ですか。あ、そうですか。あ、ブラシ毛がついてるよ。今日もだってこれ3回目ぐらいだよ。うん、昨日からだよね。昨日もついてたよ。毛取れないんですよ、そんなに。ヤン君、いいね、ジャン君。要求するとやってもらえるんだね、ジャン君。うん、歯ブラシ。ジャン君、いつも通りです。くすぐったい。足を舐めなくてもいいよ。